はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。青年期です。今日はね、昼飲みっていうことで、晩酌じゃなくてね、昼飲み、軽くお昼からね、お先に失礼させていただいて、飲んでいきたいと思います。で、今日もね、ちょっとね、いろいろあって、出かけたついでに、スーパー寄って、で、まあ、ちょっと早いけど、お寿司でも買ってきて、お昼につまんで飲もうかなと思ったんですけど、今、もう、年末年始でね、スーパーとかも、年末年始用のね、お正月用とかのお寿司も高いのがばっかりで、だったらスーパーでね、そんなお高いね、スーパーのお高い、お寿司買うんだったら、お刺身ちょっと買ってきて、でね、ウニがね、お安かったんですよ。蒸しウニですけどね、これ生じゃなくて蒸しウニね、これ。ね、こっちに入ってるの、蒸しウニ。これがね、一折りで1000円ぐらいだったんですよ。で、これ全部半分だけね、使ってます。で、三色丼、サーモンのお刺身とホタテのお刺身はこれ別に買って、で、三色丼にしました。こっちの方がね、お寿司買うより安いんじゃないかと思って、買えてね。で、お刺身の残りは、こっちのね、盛り合わせにして、ホタテとサーモンね。これで、やっていきたいと思います。では、飲み物、まあ、シュワシュワからいきますかね。シュワシュワ。01ね、ノンアル、キリンさんのノンアルでスタートしたいと思います。昨日もちょっとね、晩酌動画取りそびれちゃって、よいしょ。で、焼酎は、中身は大五郎入ってます。ミニ五郎の入れ物にね、大きいペットボトルの大五郎小分けにしてね、冷蔵庫で冷やして持ってきました。で、軽くかき混ぜて、では今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。まあ今お昼ですけども、一応ご挨拶ということで、で、今日のシュワシュワはこんな感じですね。じゃあお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。はね、朝はね、雪積もってなくてね、雪かきはしなくてよかったんですけど、今まで降った雪がすごい積もってて、屋根の雪がすごくて、で、ちょっとね、屋根の雪庇っていうのができるんですよ。こう屋根がこうあるじゃないですか。こうで、こっち側にこう雪が落ちていく、で、斜めになってこう雪が落ちていく、こっちじゃなくて、こっち側、この横の方にこうね、雪がせり出してくるんですよ、この屋根の横の方に。で、この横の、この辺にこうね、電線がついてるんですよ、うち。こっち側ね、こっちは雪落ちるんで、こっち側にこう電線つけると雪で切れちゃうんで、横にの方からこう出るようにしてるんですけども、横がこう、雪庇、雪がこう横にこう張り出してきて、この電線にかかっちゃってて、それそのままにしといて、雪庇がドサッと落ちると、そのまま、電線も切れちゃうんで、これ、雪落とさなくちゃいけないんですよ。ね。んで、下からこう棒で、こういう棒の先に、この先に、雪を切るこう、金属の板がついてるやつがあるんですよ。棒の先にこう。それをね、物置から出すのすっかり忘れてて、でも、もう物置もね、3分の1ぐらいもう雪で埋まってるんで、で、それスコップで、出入り口のところの雪に、書いて、空いて、人が一人ぐらい通れるぐらいに雪書いて、で、開けようとしたらね、開かないんですよ、もう全然。ねえ、こう、蝶津貝みたいなの、こうね、ドアのところにこう、金属でカチャンってこうかける蝶津貝っていうんですかね。蝶津貝とは言わないか、あれは。なんかこう、カチャってこうかける鍵みたいなのがあるんですけども、
それがね全然開かなくて、でドライバーでネジ外してやっと開いて、でドアをね開けようと思ってもねやっぱ開かないんですよ。でなんでだろうと思ったら屋根に雪積もってるんで、物置の屋根の上にも1メートルぐらいどっさり雪積もってるんで、その重みでね押さえつけられちゃって、ドアがね昼間もねなかなか開かなくて、でようやく開けてね、そのこう下から雪庇こうついて落とすやつ出してきて、んで雪庇ね屋根の横に出てるやつ一通りもうずーっとこう落として、雪ね屋根ので、屋根の雪落としてそのままにしておけないん で落とした雪をまたね片付けなきゃいけないでしょそれ片付けてね、やっとそれ終わって、で昨日の夜にねうちのおばからまた電話かかってきて、なんかねお菓子とかいろいろもらったのがあるんでね、取りに来なさい、もうあげるから取りに来なさいって言われてたんで、もう老人ホームまで、まあ今雪でねもう歩いていかなきゃいけないんで、もう歩いて老人ホームまでね、おばの老人ホームまで行って、で帰りにこれ買ってきてね、お正月用のお肉とかもね買って、あこれがあるんですよ、このね生協さんの割戻券っていうのがねいっぱいあるんですよ、これ1年貯めてこうね割戻券、これね1年貯めてこれ使ったんでもうこれしかないですけど、今日ね5000円ぐらい使って、でお肉とかもねちょっとお正月用のすき焼き用のお肉でちょっといいやつね、あんまり私油っぽいのは嫌なんで、あんまり霜降りのやつは選んでこなかったんですけど、お肉買ったりだとか、まあ今日これも買ったりだとかなんだとかしてね、もう5000円分ぐらいね割戻券で使って、で明日はねデパ地下行ってこようと思って、でデパ地下のデパートの商品券あるんで、これでねデパ地下のね美味しいお寿司とねお刺身買ってこようかなと思って、もうこれねお正月、大晦日をお正月に使おうと思ってね取っといたんですよ商品券、もうこれ使えばお金使わないで、ね、買ってこれるんでねもうこういうのね取っといたり貯めといたりとかしてね、お正月用に毎年うちの母もそういうのねやってたんで、でやって買ってきましたよねえ。では早速ね、話長くなっちゃいましたね、また申し訳ないですね、もしかして話が長かったらカットしてるかもしれないですけども、ああじゃあせっかくなんで、ではサーモンとねホタテのお刺身、丼海鮮丼三色丼に使った残りのやつはね普通にこうお刺身に盛り付けましたんで、じゃあサーモンからいこうかな、よいしょ。サーモンこれまあまあここに載ってるのと丼に使ったので380円かな1パックで、このお箸でやるとダメですね、このホタテここに載ってる分と三色丼に載ってる分で、380円かな、うん。でまあまあウニがね一通り蒸しウニだったんで980円、それの半分使ってるんで、まあねお正月用の、ね、スーパーあたりでお正月用の高いお寿司買ってくるよりはいいかなと思ってね。ではサーモンいただきます。ほどほど油乗ってる、おいしい。では濁り酒ね、じょっぱりの濁り酒、青森県弘前市の六花酒造ね、いつもの六花酒造さんの弘前の地酒になります。じょっぱりの濁り酒、アルコール度数 15% ありますね。これで行ってみたいと思います。コメントの方にね青森の地酒ね
飲みたいんですけど東京で売ってるとこありますかなんてね、いつもコメントくださるね方からコメントいただきましたけども、東京の方でもなんかアンテナショップみたいなのあるみたいなんで、そこでまあ青森の地酒買えるとは思うんですけども、銘柄まではねちょっとね調べてもどういう銘柄が売ってるのかは分かんなかったんですけど、まあ多分地酒自体は売ってると思うんですよ、青森の地酒。これはジョッパリっていう弘前の地酒、いつもね濁り酒じゃないジョッパリよく飲んでますけども、今日は濁り酒のジョッパリです。ではまあ電酒とかは手に入らないと思いますけどねではね、濁り酒いただきます。うん、あ、いいですね、辛口の濁り酒でいいですね、やっぱ美味しい、ちょっとミルキーな感じするんですよね。うん、やっぱ冬はね濁り酒飲みたくなりますよね。夏に濁り酒だとちょっとくどい感じしますけどもね、うん、冬に濁り酒はいいですよ。うん、ではじゃあこっちもちょっと食べてみましょうかね。三色丼、ウニとホタテとサーモンの三色丼、これここに載ってるのはガリですね。ガリ、岩下さんの新生姜のね、岩下さんのガリです。ねご飯は普通のご飯使ってます。パックのご飯、レンジでチンして食べるご飯、砂糖のご飯でしたっけ、なんかああいうやつを使ってるんですけど、酢飯にしてないんですけど、このねガリと一緒に食べるとね酢飯みたいな味になるんですよ。これ酢でね、甘酢使ってるんで、ガリとご飯と一緒に食べると酢飯みたいな味になるんですよ。なんで酢飯作るのめんどくさかったらもうガリ乗っけちゃって、でガーリと一緒に食べるようにすると結構酢飯っぽい味になるんでおすすめです。うん、これがね蒸しウニね、蒸しウニですけど、もうすごい生みたいですよね。蒸しウニって一応書いてあったんです。蒸しウニってもっともう蒸してる感じ、生っぽくない感じだと思うんですけど、これすごい生のウニと変わんないぐらいの感じですよね。で今ウニがすっごい高いんですよね、赤潮の影響で。これはね国産じゃないですよ、外国産のウニですけど、それでもね 1パック1人1000円だったら結構ねお安いんじゃないかと思います。どうでしょう、ね、蒸しウニに見えないですよね、生ウニだと思います。まあなんか外国のねウニなんて、北海道のウニなんてもね、今もうそれこそ北海道のウニが赤潮の影響でね取れなくて、今ウニの値段が高騰してるんでね、ちょっと一つ食べてみましょうかね、味見て。もう大きい方がいいか、これ大きいか、あこれが大きい、これ大きい、ほら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 、これすっごい大きい。ちょっとこれ味何もしないでこのままちょっと味見てみましょうかね。ウニね、ウニいただきます。うん、うまっ、生ウニと変わんない、これ本当に蒸しウニなのかな。お寿司の上に乗っかってる軍艦巻きの上に乗っかってるウニと変わんないですよ。うん、どうなんだろう、ミョウバンとかそういうのは使ってんのかな。ミョウバン使ってると美味しくないとか嫌だとかってなんかよく聞きますけども、私あんまりちょっと違い分かんなくてね、お高いウニ食べたことないんで、うん、分かんないんですけどもね。でまあまあサーモン、ホタテね、ガリが入って、ではこれちょっとお醤油、やっぱりね、わさび醤油かけて食べたいんで、もう時間が喋りすぎだな、また
さび。よいしょ。あ、これはスプーンで食べた方が食べやすいかな。どうでしょう。ではウニからね。結構量入ってるんですよ、これ。そんなもう結構ね、ほじくらないとご飯が出てこない、ぐらいに結構入ってるんですよ、ほら。わかるかな、この量。よいしょ。ではこれでね、三色丼のウニからね、ウニ。綺麗に取れてるかな。じゃあいただきます。うん、うまっ。よいしょ。あ、ウニもついてきたけど、ホタテね、ホタテ。うん、うまっ。プリプリ。お箸、の方がいいか。ちょっとガリもつまんで。この岩下さんのガリでかいんすよ。この甘酢の加減がすごくいい。じゃあサーモンね、サーモン。あー、ちょっとなんかもうすごいことになっちゃった。よいしょ。ご飯はちょっとね、少なめにしてますんで。よっ。あ、大葉も取れてきたんで、お、あー、うまく、やっぱりお箸だとうまくつかめないな。ちょっと待ってね、やっぱスプーンの方がいいか。よいしょ。こんな感じですね。サーモンいただきます。うん、うん、うん、うんうんうん、ガリの甘酢の感じがすごくいいですね。うん、なんかちょっと崩れちゃって。よいしょ。ね、こんな感じですね。ちょっと崩れちゃいましたけど。ではどうしよう。もう動画の尺もうないな。お刺身のホタテも食べたいんですけどもね。じゃあちょっぱり。あ、お醤油用意して。ではちょっとホタテの方の、ホタテのお刺身の方のホタテも一切れいただいてね。そういえば明日の年越しそば用のそばつゆもね、一応下準備したんですけどもね、いつも使ってるあのスープ、あの比内地鶏のねスープ使って、大晦日、年越しそば用のねそばつゆ作るんですけども、いつも使ってるやつが手に入らなくて、比内地鶏のスープ違うやつ使ったんですけど、やっぱ味が若干違ってね。まあでもまあまあ美味しいんじゃないかな。ちゃんとこういろいろ出汁取ってね作ったんでね、出汁取ってっていうか、まあまあお肉、鶏肉入れたり舞茸入れたりとかしてね、そういうのも出汁が出るんでね、作りましたよ。じゃあちょっとホタテいただいて。肉厚で甘くて美味しい。ではね、あとはゆっくりね、続き、他の方のね動画見ながら続きやっていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね、動画編集してアップしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。明日になるか、今日は無理かな。ちょっとゆっくりしたいんでじゃあね、じょっぱりの濁り酒いただいて
うん、なんかすごいミルキーな感じ味するんですよね。これ米ぬかって麹とかなんかそういうのの香りなのかな。では今日のねところはね動画の方はこの辺で締めさせていただいて、あとはゆっくり続き食べていきたいと思います。